おはようございます。今日はですね、5日目の朝を迎えました。8時ぐらいに目が覚めてですね、今が12時40分ぐらい、そろそろですね、友達と合流できると思いますので、今日はね、またいろんなところに行ってみたいなと思います。小説でいいか。うん、俺も令和になったはずだからさ。はいはい、ちょっとまあまあ醤油でスタートかなって思います。すいません、もしも食う瞬間だ。この俺に特徴があると、オーナーのリゾーさんがいろんな方々がなんというか携わってきてて、そのラーメン屋さんでいろんな日本全国の人たちのおかげさまで自分ができてるっていう思いがあって、はい、いろんなラーメン屋さんの名前ある中で、これ黒船ののれんなんだけど、黒船の文字が一番小さいっていう。なるほど。そういうのれんなんだ。これもまだおしゃれっつうかなんつうかね、あのオーナーっぽい感じなんだ。うん、そう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 。なんか、どうなの？あの状態がずっと続くようだとやばいでしょ。あんなもん、真っ直ぐにね。うん、うん、一応だから、なんだ、良くも悪くも、周りがいくら沈んでても、うん、隣に入ってくれたり、まあ、人数も限られるって。うんうん。じゃあどれからいく？ね、まず今の状態が、うん、こうね。お、こんな感じですね、外が。そうまあ、この辺に例えばね。そうだね。うん、こんなものにさ。そうだね。うん、よく見たら感があっていいんじゃないか。カエルとアンモナイトと。うんうん。もしもし、いい子にしとった？しとったっけ。ごめんね、昨日電話できんかったけね。うん。もしもし。もしもし、僕もいい子にしとった？もう寂しい、かもしれんと。寂しい？寂しいって。うん。うん、そこそこ、ありがとう、ありがとう。母ちゃんの言うこと聞きよる？うん。ああ、じゃあ大丈夫だね。うん。わかったよ。うん。もしもし。もしもし。はい。なんか変わったことはない？ないよ。ない？みんないい子にしとるかね。うん。そかそか。じゃあ母ちゃんの言うことよう聞いてね。うん。大丈夫？なんか言いたいことある？どうしようなのっけ？うん？どうしようなのっけ？今はね、岩手県。もしもし。あ、もしもし。みんな大丈夫かな。あ、大丈夫大丈夫。まあじゃあ、とりあえずまた明日電話しよう。
獺祭3本セット、ありがとうございます。いただきます。開けていきます。はい、わお、そんな感じね、ちっちゃいけどね、いいね、いいね、いいよ、これでちょっとずつ飲むよ。ありがとう、はいはいはい、さらに優しいのもね、優しいのもね、そうそう、すげえ、ほんとにちょうど島ちゃんが来る直前に島ちゃんのあの車内ライブ配信、生配信を見てたから、本当に嬉しい、店に出していただきます。はい、あとさらに、そうだそう、それ買ったんだ、忘れてた、だからだから、これが絶対いいよ、壁掛け用に買ったお土産、はい、なんかカラフルな亀であるね、本当ありがとう、亀をどっかに泳がしてください、うん、ね、絶対この店に合うしさ素晴らしいよ、いろいろありがとう、いい、本当に本当に、早速 NASA 買っちゃいます。はい、あ、いいじゃんいいじゃん、いいね、あ、悪くないね意外とアナザー感増した、大事増した、アナザーワールド感、なんか NASA 公認の店みたいな、NASA の職員来たみたいな、さらにこの DVD プレイヤー NASA、 ありがとう、いや、いいんじゃないね、カメラどこ行くかなとか、あー、とかもいいかもね、うん、なんか、うん、なんかいいかも ね、ちょうどハマってる感じがあって、ね、うんうん、いいんじゃない、いいんじゃないじゃあカメはこれで、ありがとうございます、こいつ偉そうなんだ、これ渡したらいい、うん、もう着くね、うん、まあ、安くないからさ、700円他の店では900円から1000円とか取るんだよ、よし、酒って書いてある、うん、これもあのぜあ千葉の人、あのバンバペシっていうステッカー作った人の、今作ってくれたコースター、もう全部、まずまず今日もお疲れ様でした、お疲れ様でした、うん、ね、癖あるでしょ、あ、いやでもうまいよ、あ、うん、あ、よかったよかった、じゃあ、あ、うん、タレ作りますか、OK よし、じゃあいきますね、うん、まず、みりんを入れます、あ、あばいだね、醤油いきます、うん、1-1 ぐらいでもいいかもしれない、うん、今度、ごま油、はい、これもそんなにいらないと思うけどね、うん、次、豆板醤ね、うん、ニンニクね、うん、お生姜もおだしも、うんうんうん、マジそんな感じ、もうあとは砂糖入れたら終わり、あ、砂糖、うん、まず一杯多くない、大丈夫大丈夫、相当入れるから、よし、もう一杯入れて、うん、もうちょっと入れた方がいいと思う、マジか、うん、マジか、うん、マジか、自分にしとこう、防振式、いや、こんなもん、いや、もうちょっと辛くないとダメかも、豆板でもうちょっと入れてもいいかもね、一回これで肉食べてみようか、そしたら味が、これだけだとね、これで辛いじゃんっていうぐらいがちょうどよかったりする、タレができたので、あとは、ね、豚肉を茹でてこれをかけるだけという感じです、そうそう、こういうこと、こういうこと、これちょっとじゃあ作ってもらったの、あ、すげえ、本当だ、ねえ、ねえ、お客さんというか、ミュージシャンなんだけど、へえ、うん、陶芸もやるような人なんだ、うん、うん、で、これをこう回しかけてですね、うん、もう、こんだけ、はい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 、なんか箸かなんかある、うん、一回ちょっとケイジ、これ味見してみようよ、うん、行ってみます、はい、いただきます、うん、どうかな、うん、うまい、うまい、じゃあ出してみようか、うん、椎茸大丈夫かな、食べるマッシュルーム、 OK、 OK、 椎茸先生、 What's the proportion? うん、 25% If you want the taste points Taste? Do you like cucumber?
You like cucumber? Yeah. Are you? Cucumber. You okay? Yes. Mm-hmm. Yeah. Right. Right, 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 right. This? Right. No, no, no. Further, or? Further, further. No? Second from the four. Four? That one. The black one. Black one. What What's is that? It? What's that? Japanese animation mask. Japanese animation. So it's not alcohol. なんていうの? Tokyo Ghoul, do you know? So it is alcohol. No, 梅酒。うん。梅酒はか、なんだろう。梅酒は、プラムワイン。何？プラムワインって書いてある。プラムワイン。うん。いい。プラムワインですって。プラムワイン言うの？プラムワイン。プラムワイン。プラムワイン。ああ、デフデフデフ。プラムワイン。や。できた。できた。いや、うまいでしょ。しかも簡単でしょ、ね、すげえ、うん、別にこの店に合ってなくてないと思ってみた、うん、もう大船渡名物にしたらいいじゃん初めて東京行ったやつが気づくよこれはってこのアイリッシュ音楽となんか、うん、このなんか雷みたいなやつが合うかもねこの照明のいいよね、うん、いい Maybe new menu this part new menu soYou mean for you? For you? For you or? Service. You. He's my friend. Okay. So so. And for you. So his idea. Alright. His idea, and this is going to be a new menu. Yes. Okay. So this will be shared in the shochu. Okay. Shochu にあるかも。これ、うん、This is season cucumber. Cucumber. Season. 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 Spices. Oh, season. Like a China Chinese 料理 Food. Chinese food. Spicy. なんだ。調味料なんだ。調味料。調味料。調味料。Seasoning. Spice. Ah, seasoning. Seasoning. Spice. うん。ケイジのこのスープもなかなかうまい。ありがとう。結構俺なりに試行錯誤して、ね。ああ、そうなんだ。そう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 。Well done, you. Good idea. ああ、Thank you. よかったよかった。よかったよかった。よし、じゃあビールもう一杯もらおうかな。オーケー。銀河高原ビール。やあ。ハロー、お疲れ様です。お疲れです。いつもつまないんだけど、次は。山口県。山口です。広島の。隣よね。隣だね。ほぼ広島。刑事がちゃんと店やってるってのはすげえよ。すごいよ。ねえ。一人でな。20年前はもう全然でしたからねまあそういう意味では今もかもしれないあんま変わってないですかね根本変わってないんで、まず、いやなんかちゃんとしたこんなスープ出すと思わなかったもん。おお、嬉しい、ありがとう。最初のあの料理のアイデアもいろいろあったもんね。あ、そうそう、だからだから、で、俺も何回も作ったりしてみてさ、はいはい、そうそう、それで、あ、これはもうこっちいるしかないなみたいな感じになったってことだ。妥協が結構あるんだよ、その点ではね。だからお客さんには本当にね、いや、1軒目で来たんだったらちょっとまた来てっていうなるほど、そうそうそうこれコーラ、うん、オッケーオッケー、はい、レモン入れる、入れる、オッケー、入れる、日本語だでも結構本当彼優しくてさ、うん、そうやって喋れるんだもんな。で、理解頑張ってしてくれよとか言ってくれる、一生懸命話してくれる。じゃあもう何人かフィンランドに攻めてくれ、攻めてくんだ。おいしょ、来ましたよ、こっちの山口県のカレー。ああ、ありがとうございます。手羽添える係、さらっと今もう早くも行われてた、ありがとうございます。よかったね。だから本当は彼と一緒に湾岸食堂も行こうと考えてて、うん、でもさすがにもう時間ないねってなって、うん、そうだから。
それでハロー、おやじやじ静かな入りだな。すいません、あれ本当のさあ、山口から俺の友達が来てて、試しながら僕がどうよろしくお願いします。刑事がだからそのあそこの沼で見たっていうのもしかしたらそういうあれなんじゃないの。イノシシはなんか不思議な猫みたいらしいんですよ。思った人たちはもう沼の方に行ってます。大学時代に俺は車から来て、まあゆっくり降りて降りていくと山のちょっと小高いところをこう見たら、イノシシをどれやみたいな、こっちしか降りてそいつと目があったよ。三毛猫がいたんだけど、三毛猫、三毛猫、レアでしょ、の大きさがトラぐらい。いやトラ、トラそれは嘘でしょ。いやいやいや、マジマジ、それは嘘でしょ。トラって生まれでかいんだもん。入表山猫ぐらいかな。急にちっちゃくなった。そんなでかくないですよ。こんなでかかったの。でも実際これぐらいはあった。ありがとうございました。ながらすんまへんでした。いいよ、チャンネルなんすか。あ、僕らですね、かの力っていう名前で。いや、なかなか面白かったわ。うん、ならばよかったわ。なんで大きい7時とかかな。そうそう、うん、そんなに早くはないと思う、そこまで。まあまあ会えねえんだろうけど、まあね。オッケー、よし、行こっか。ありがとうね、マジ改めてありがとう。はいはい、さあ、ジュースでも買っていこうか。うん、よし、ありがとう。はい、ありがとう。寝よう。うん、また。うん、また何年か後だね。うん、俺から攻めるよ、今度。オッケー。うん。オッケー、また。うん、ありがとう。また数年後に。おいよ。はい。また。本当ありがとう。またね。はいよ。うん。ゆっくり休んでな。じゃあ、ゆっくり休んでいきます。よかった、よかった。うん。うん、じゃあね。おやすみ。はいっす。はい、ということでですね、5日目が終わりました。刑事のお店に飲みに行ったりとかして、5日目もね、楽しく過ごすことができました。で、今日はですね、車中泊じゃなくて、ご厚意でですね、こちらに泊めていただけることになったので、今日はね、ここでゆっくり寝たいなと思います。明日はですね、福島県に向かいたいなと思います。ということで、おやすみなさい。